さあ両チームの選手がコートに出てきました。紺のユニフォームが秋田県立の城工業、そして白いユニフォームは京都の洛南高校です。平均身長では洛南が 186.9 センチ、能代工業の方は平均 181.9 センチ。試合が始まります。両チームの特徴などは試合が始まってからゆっくりお話を伺っていくことにいたします。さあ試合開始です。まず能代工業、最初のシュートはブロックしました。高いですね。手を出したのは竹内ジョージ、洛南は何といっても6番竹内康介、7番竹内ジョージというこのツインタワーというのが、そうですね、2メートル1、2メートル3ですかね、はい、この2人にあとどれだけガードが絡むかですね、はい、さあこの7番が竹内ジョージ、もう一度竹内ジョージに、あーいいディフェンスですね、能代工業、はい、能代工業はポイントガードは黒政、そして最初のシュートを打った9番北向、スリーポイントを非常に遠いところから打っていきます、はい、ただ試合前に佐久本ヘッドコーチに聞いたらですね、はい、10番の木村選手をもしかしたらつけるかもしれないって言いましたね、はい、彼がエースキラーですから、ここが竹内康介、この高さですよね、高い、洛南まず2点を取りました。この位置から打ってきましたが今度も決まりません。さあこの北向きのスリーポイントというのが今の能代工業の一つの特徴になってますね。いいですね、はい、北向き選手というのがですね、はい、まあ、一番最初1年間こういうシュートを打つのかと聞いたらですね、はい、去年までいた新井選手、一体の1年生なんですかね、彼のやっぱりサポート役に対して自分からこう学び取ったと言ってましたね、さあメンバーの紹介をしていきましょう。京都洛南スターターは5番名本、6番竹内康介、7番竹内ジョージ、ツインタワー、9番深尾、そして10番木村勤です。ポイントガードは深尾が務めます。一方の能代のスターティングファイブです。4番黒政ポイントガード、5番センター高久、そして9番スリーポイントシューターの北向、11番石井、そして12番の柴田、したがって国体のトップとはスターターも変わっています。そうですよね、国体の時のスターターというと2人しか出てないんですよね、黒政高久しかいません、はいはい、まあ、それとバスケットファンはよくご存知でしょうけれども宇都宮ジュニアが活躍していますが、はいはいはい、この選抜ではスターターではない、ただかなり早いところで出てくると思います。そうですね、富田選手もそうですけども、はい、やっぱりジュニアに行ってですね、その疲れが取れてないということを言ってましたね、はい、両チームとも立ち上がりちょっとシュートが決まっていません、はい、意識してるんじゃないですかね、両チームともに、はい、ミドルシュート高久が打ちましたがダメです。今は失敗しましたがセンターの高久は走れるセンターですよね。そうです、今日のポイントになるのは4番の黒川選手と5番の高久選手ですよね、はい、工業は。ということは両チームの特徴からいって、はい、能代工業はやはりスピーディーなゲームを感じですね、はい、どれだけ走れるか、はい、これ負けるときは100対60だと、これで一番のポイントは何ですかと聞いたらですね、やっぱりコンビネーションと言ってましたね、はい、そこら辺を今日やっぱり一番強調して言ってましたね、加藤ヘッドコーチは。一方の洛南は高さ、名本が左手のシュートを打ってきましたがこれは決まっていません。名本もしかし今シーズンは成長しましたね、成長しましたね、やっぱり国体で優勝したことが自信になったんでしょうね、はい、非常にインターハイとかの時は自分の気持ちを抑えることができなかったんですけども、はい、昨日の準決勝とかやってもですね、なかなかこうクレバーにプレーをやってましたからね、はい、おっとこれはターンオーバー、柴田こちらは早くも7番の宇都宮を使ってきましたね、はい、アウトサイドのシュートが入りませんから、はい、入ってきてるんでしょうね、柴田これ下向き打ってきますからね、これ気をつけないとダメですよ。しかし3本打ちましたがまだ決まっていません。
そう、昨年までのメンバーの中にはこの北向きはいませんでしたよね。それあの全国でのこのウィンターカップ初めてですからね、はい、ここで柴田を下げました。そして8番の高橋を入れてきました。これインターハイ国体の時にはこの8番の高橋というのはスターターだったんですよね。富山、はい、このウィンターカップ前の練習でですね、はい、アジャストメントできない選手はどんどん変えていましたから、そこがやっぱり無感であるから今シーズンこの大会にかける意気込みであるじゃないですかね。洛南も木村が出まして8番の横を使ってきました。早い段階から両チームとも選手を変えています。おっとファウル。島村さん、はい、現地リポーターの加藤です。はい、よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。ちょっとお呼びするのが遅くなりましたけれども、今日のフロアからの解説は元全日本女子キャプテンの加藤佳菜子さんです。どうぞお話しください。はい、ここに来ましてね、右後ろから後ろの応援の声がすごい聞こえるんですよ、でもすごい聞きづらいんですけれども、はい、この迫力、すごい伝わってきます。はい、さあドライブで入りました。北向き、そう、この人はスリーポイントだけではなくて、そうなんですね、こういうペネトレーションも上手いですよね、ありますね。シュートがレンジが遠いだけにですね、スペースができますからね、はい、あっとか、これ落ち着くんじゃないですかね。名本、今のは2ポイントです。ポイントガードは高橋に変えています。アウトサイド打ってきました黒政。そう、今シュートを打った黒政は実はジュニアの代表ではなかったんですよね。5番の高橋選手もジュニアの代表じゃないですね、はい、その部分がこの大会でやっぱりそのリベンジじゃないですけども、悔しさというのを、ね、バネにしたいって言ってましたね、はい、第1クォーター6分を切っていますがプッシングのファール、5番の高久です。素晴らしいですね。竹内ジョージ選手ですか、はい、お父さんの方ですよね、2m 以上なんですけどボディバランスといいそのクイックネスですね、はい、将来非常に楽しみですよね、彼の場合は。したがってツインタワーの竹内康介、竹内ジョージ、はい、一方の能代工業の高久という、はい、この3人のセンターは全部走れますもんね、はい、走れますね、この戦いというのがまた楽しいですよね。はい、能代は11番の石井を使ってきました。ナイスチールですね。スチールしました。高久ブロック、これですね、この高さ。竹内康介、ジョージの方ですね、はい、あ、ジョージですか、はい、非常に、あ、そうですね、このジョージですね、つけにくいんですけどね、はい、ドライブしたが、名本ダメです。現在4対2、楽な点リード。3、今度はどうだ。4回投げましたが、いずれも決まっていません。うわっとナイスカット、ここないですね、ガードは戻らないと、はい、さあチャンスです、3対1、戻ってないですね、今カットされた、はい、同点に追いつきました。同点ゴールはこの11番の石井。そう、石井はインターハイの時にはベンチ入りもしていませんでした。ないですね、はい、これがやっぱりすごいところですよね、逆に言うとね、はい、リバウンド、これがお兄さん、ありますよ、竹内康介、兄は 2m3、 弟7番の竹内涼二は 2m1 のツインタワー。高く、あ、打てないですね、打てないですね、スピードでこの自転車行かないとダメですね、はい、そうですね。北向きドライブしていく、外へ出す、ナイスパスだ、落とした石井。今見てるとやっぱりフェイントな、弟の涼二、能代工業、これ早い展開で持っていけるかですよね、これシュートでしょ。黒政、高久はこれは打てません。そうですね、今日は高久はやっぱり今までの試合よりは苦労するでしょう。こっから打った、2メートルぐらいの勝負ですかね、今のはね、見事なスリーポイントが出ました。北向き、内ジョージ、ツインタワーの弟、洛南8対7とリード。価格は相手のディフェンスは高い、ブロック、ブロックしたのは竹内康介、
フロントコート陣ではなくてバックコートの方がね、はい、どれだけこうパッシングをうまいことできるかでしょうね、ナクランは。立ち上がりのノンビームのディフェンスはいいですよね。いいですね、はい、非常にいいですね、はい。このハーフコートにすると、はい、こうですよね、やっぱりインサイド側にボールを入れることがなかなかできない、そこ攻められませんからね、うわスティール、あっとどうだ、よく繋いだ、スリーポイント、これは短いスリーポイントですが入りません。まだ決まっているのは北向き1本だけ。そうですね、まあ、こういう大きなコート大きな会場でやるのは彼は初めてなんですよね。これだけのお客さんがいますから、精神状態がちょっと違うんじゃないですかね、いつもと、はい、待っている名本、うわー高いリバウンド、竹内康介ダメです。そうですね、この平面的なところは絶対固めてダメですね、はい、これはどうだ、今度も決まりません。あとはですね、竹内ジョージ選手ジョージのファールですね、ですね、はい、ルーズボールファールですね、はい。第1クォーター残り時間1分38秒というところです。さあ最初のチャージのタイムアウトです。洛南高校が取りました。ちょっとコートサイドを呼んでみようと思いますが、加藤貴子さん、はい、今これから取材に動くところだと思いますけれども、はい、どうでしょうか、男子のですね、はい、リポーターをお願いしたんですけれども、はい、まあ、普段はあの全日本の主力で長いことを活躍した加藤さんがこうして男子の高校生の、はい、今ゲームをご覧になってどんな印象で立ち上がりを見てますか。はい、そうですね、自分が高校生以来ですね、高校の男子のバスケットを見るのは、はい、でもすごい素晴らしい高さのある、はい、とても動ける選手が多いなと思いました。あ、そうですか、はい、竹内兄弟ですね、2メーターあるいは1メーター90以上の選手もよく走りますよね。そうですね、走りますし180センチ級の動きをしますね、はい、やっぱり加藤さんも元々の自分のポジションが気になりますか。そうですね、気になりますね、やはりセンターを注目してしまいますね、どうぞ、はい、どうぞ、あの下から見た感じなどどんどんリポートあるいは解説で入れてください。はい、わ、はい、かりました。第1クォーター残り時間1分38秒、第1ピリオド1分38秒です。それで8対7ですから、すごいロースコアですね、はい、ロースコアですね、シュートは打ってるんですけど決まりませんね、はい、このミドルシュート得意の高くですが入りません。第1ピリオド残り時間1分30秒を切っています。能代工業の辛さというのはやっぱりインサイド側に得点を取れないところがポイントが繋がりませんね、この大会ずっと100点ゲームで来てるんですけども、はい、得点やっぱり7点というのはね、竹内陽次、これはアウトオブバーンです。能代工業ボールです。能代のディフェンスはゾーンでいってるんでしょうかね。そうですね、これはもう伝統、もうこのところずっとマッチアップの2-3とか、はい、ワンスリーバンぐらいあるんじゃないですかね、それに耐えるぐらいで、はい、このマッチアップが効いてますからね。そうですね、竹内康介のディフェンスがありまして、やっぱり今日は高くは苦労しそうですね。苦労してますね、第1ピリオド50秒を切ります。ただこのリバウンドは強いですから、そうですね、はい、弟のジョージが押し込みました。10対7、普通に飛んでしまったらダメだと思うんですよ、はい、フェイス2フェイスで斜めですからプッシュアウトしてインサイド入れないように頑張ることでしょうね、はい、選手は。黒政パスアウト、宇都宮よくフォローしているがブロック、ありますね、ありますね、3本目ですね今日これで、はい、洛南がブロックショットしたのは、島村さん、はい、から見てましてね、あの今のブロックもそうなんですけど、本当に高いんですよ、はい、竹内兄弟の、そうでしょう、はい、とても迫力があります、はい。最後横のシュートは決まりませんでした。第1ピリオド終わりました。洛南10点、一方の能代工業7点です。この両チームの対戦というのは国体の準決勝の再現になりますが、この時は洛南が84対69で能代工業を破っています。もう一度 VTR でご覧いただいていますが、どちらもしかしディフェンスがいいわけですよね。いいですね、いいんですけども、はい、そのアウトサイドがやっぱり意識しすぎてシュートが落ちてますよね、はい、それとこのインサイド、はい、
高久選手何回も行くんですけども、全部阻まれてますよね、はい、この壁に押し戻されていることが能代工業の7点になってますね、はい、第1ピリオドは10対7で洛南がリードしています。 J スカイフープインターカップ2002男子準決勝第1試合を代々木の第2体育館からお送りしています。さあそれでは満員になりましたこの場内の応援席レポート塚田彩さんですが、塚田さんがどこにいるんでしょうか。塚田さん、はい、私は秋田県代表の能代工業高校の応援団の中に立っております。見えますでしょうか、はいはい、あのですね、今監督が大きな声を出されますので、応援団の方も萎縮してですね、かなり緊張した面持ちなんですけれども、すごい応援なんですが、このペットボトルを使った応援はいつ頃から始まってるんですか。ずっと昔からやってる応援なんで。じゃあ伝統的にかなりもうヒートアップしてて皆さんジャージを脱いでるんですが、この試合にかける思いをですね、一言メッセージを込めて。一生懸命頑張ってくれればいいと思います。ありがとうございます。はい、塚田彩リポーターで一勝不敗、まあ、伝統の能代工業にとっては負けという言葉はないわけですから ね。第2ピリオドが始まります。この試合はレフリーは伊藤殿さん、副審は西さんです。ドライブは止まったが、あ、ファウル。ファウルですね。だ深尾選手がいいパスをしましたね、今ね、はい、深尾がドライブをして6番の竹内康介にパスを送るところ、ファウルです。フリースローは竹内康介、アジアジュニアの代表、まあ、ツインタワーと言われていますが総力もあります。もちろんファーストブレイクにも参加する能力を持っています。ジュニアでですね、やっぱりイラン戦で、はい、イランにツインタワー2メーター20と2メーター18がいたんですよね、そういうのはいい経験にもなってるかもしれませんね、はい、高校界で10名の大きい選手なかなか見ませんからね、はい、今大会 3試合で72点をマークしています竹内亜美。これが来ないですね。来ませんね。石井のスリーポイント入りません。スリーポイントはまだ1本しか決まっていません。ナモト、毎試合はい、8点ゲームで1で今日7点ということはちょっとあまりにも入ったので連鎖反応でシュートが余計に硬くなっちゃうかもしれませんね。ナモトのスリーポイントシュートです。11対7。今度はどうか、これは決まりました。今のは狙いましたかね。今、はい、高橋ランシュートですね今、そう、高橋の得点は今大会これが初めてです、はい、ただもうラッキーでもいいかアイシュートが入っていて、はい、自分たちの肩の重りを取りたいですよね、ハイポストからローポストへ竹内兄弟がいます。これを外から打ってきました。生本、生本選手が、はい、これミス、滑った、ターンオーバー、あっとこれはどうでしょうか、ファウル。ファーストブレイクになりそうだったのでクロマ選手がファウルしましたね今ね。そうですね、4番クロマサのファウルです。非常に積極的なリードを行いますクロマサ。そうですね、夏の段階までは14番の富田がいわゆるポイントガード、はい、ポイントガードで非常にいい選手なんですけどね、はい、能代は12番の柴田がまた戻ってきました。今ディフェンスに行きました。今日はよくボールが動いています。洛南、これはエアボール、これをどう平面的にいけるかですね、はい、ハーフコートで高さがあるところに対して苦戦してますからね、ただ洛南も分かってますからディフェンス戻りが早いですね、この位置から打ったが短い。まだ1本しか決まっていません。北向き、加藤監督は北向きについては努力をして今の地位を勝ち取ったと、はいはい、別に秘密兵器だったわけではないという、軽球熱心だと聞きますからね、名本当たり出しました。当たってますね。17対10、19対10、楽団9点リードしています。いや、楽団もインサイドやられることがないですから、アウトサイドにかなりプレッシャーかけられますよね、はい、なるほど。黒政決めました。黒政選手ですね、はい、黒政のスリーポイントが決まりました。19対13です。そ
そうですね、楽なこうゆっくり攻めていくのがいいでしょうね、はい、そうですね、インシアでも持ってますから、はい、そうですね、ファウル、どうしてもファウルになってしまいますから、高久のファウルです。まあ洛南としては高さがありますので、はい、ハーフコートのオフェンスで攻めていくという ね、はい、逆に能代工業がこうアップアンダーなゲームを、はい、こう乱戦な様相をやっぱりやりたいでしょうね。はい、能代のチームファウルは4つになりました。高く2つです。20-13と洛南7点リード。ミドルシュートはこれもいけません。やっぱり高さですよね、今あのチェックにですね竹内選手が言ってますから、はい、どうしてもその上を打ちますからね、島村さん、はい、あのこちらから今のショットなんですけれども、竹内さん、竹内くんがいまして、はい、ゴールが見えないんですよね。見えませんか。すごい見えづらいんですよ。あーはー、その竹内、弟から兄に、ね、ハイローのプレーですね、ハイローですね。加藤さんが言ってましたが、やっぱり見えないというのは的確な表現でしょうね、彼に手を挙げられるとやっぱりリングが見えないでしょうね、まあ、じゃあ2人が2メートル以上の選手が高校でコートに立ってるわけですから、はい、高く今日は厳しい。高く、あーよく決めた、ナイスプレーだ。そうですね、身長差で8センチから9センチはあります、ね、すごい差ですよね、その差は。顔からもうチャンスですよ。これはチャンスだ。高くのハードなプレーが変わってきますよね、こういうので。これはどうだ、北向き2本目。まあ、また効いてますね、これ効いてますね、はい、オールコートですね、できてませんから、はい、パッシングで持っていくっていうのも一つですけどね、はい、ラクナはね、ディフェンスは柴田、ここに名本がいます。竹内、弟、ノーマークですね。スリーを狙ってきましたが、これはダメだ。深尾、早い攻めでいけるか。柴田、ドライブしたが相手は高い。今は高いですね、石井がドライブしていきましたが止められました。これ高いところから今能代は当たってきますね。そうですね、まあ、これであの持っていく時間を少なくてハーフコートでの時間を少なくするためでしょうね、はい、そうするとやっぱりワンプレー、ツープレー終わってしまいますから、オフェンスセレクションが悪くなりますからね、はい、ハイポストから一度出して、これを入れたいですね、福岡選手。よく入れた、りました。これちょっと楽になるでしょう、はい、福岡選手も今横尾選手ですね、横尾です、そうです、8番の横尾が決めています。25-18、現在第2ピリオドです。洛南リード、洛南はいい形で来てますね、今でもね、はい、これもハイポストから外へ出す。今度打ったのが深尾です。これ速い展開する、このスピードが高くな、走れるセンター、そうですね、これだけ走れるプレーができるセンターはそうはいませんからね。大学からでもスモールファウルで使いますからね、はいはい、非常に将来性ありますね、高木選手も。洛南のリードは5点です。これこのディフェンスは効いてきましたね。効いてますね、やっぱりあのダウンタウン、スリーポイントの外にいる選手は余裕がないですよね、ちょっとね。竹内、弟、アウサイドを打ちました。ゴールした竹内康介、兄、あ、今あの加藤ヘッドコーチは弾けて言ってますね、今ね、あ、なるほど、インサイド側ね、はい、下向き、かわして、うわー、うまい、ドライブした、こういうプレーもあるんですね、ただこれが今まで試合出てなかったというのは信じられないですね、はいはい、リバウンド高く頑張りました。速い攻めでいきたい、いきますよ、打つ、これポイントですね。27-25、下向き当たってきました。打たされないことですね、ラジオの方は、はい、ゆっくりゆっくりハーフコートやった方がいいですね。そうですよね、そうすればファウルしますからね、はい、ファウルは北向きです。
第2ピリオド残り時間は3分31秒です。これ先ほどのいいシュートですね。シューターの条件としてはですね、はい、何本を通しても打っていくという姿勢ですね、はい、それは北向選手はありますよね、ただ今のファールは北向のファールでした。ハイポストから外へ出します。落ち着いたプレーを打っています。横尾選手ですね、はい、最後は横尾が決めました。今度はちょっと難しい北向き、これチャンスですよ、楽天は、はい、アウトナンバーになってますからね、ミドルシュートはダメです。リバウンド黒政、柴田、高久が出す、北向き、あーブロック、ブロックよくつなぎだ、よくつなぎましたね、はい、よくつなぎました石井、高くよくやっとすごいビールズボールですね。ジャンボール両チームの動きが非常に速くて、はい、いいゲーム展開です。面白いですね、はい、得点はロースコアになってるんですけど非常に面白いゲームですね、はい、高校生というのはどちらか戦術よりも個人の能力というのを高めていってですね、こういうゲームは面白いですよね、はい、早くいて自分の個人能力で戦っていくというのは、はい、さあこれは身長差があります。楽に竹内康介、楽団ボール2分30秒まもなく切ります。今度は秋康介外へ出す、名本リバウンドは高いジョージ、ラインですか、あトラベリング、トラベリングですね、ノーカウントしかもトラベリングです。洛南4点リード、能代工業のセットが早いですよね、はい、非常に良くしていますね。高く出して黒政、黒政の動き、ミドルシュートは石井、おーナイスカットだ、おーうまい、これはプッシングファウル、コースケ選手ですね、はい、竹内コースケのファウルです、はい、ですね、しかし能代工業もこれゴール下はペイント内ではよく頑張ってるんですよね。頑張ってますね、それとあの試合前ですね、肩ひどこじきですけどガードの弱点よりも竹内、はい、まあ、フォワードの方ですね、フォワードセンターの方の弱点の方が自分は分かっているということを言ってましたから、そういうところでアウトレットを狙うとかインサイド側どっちにターンするかでよく分かっているんじゃないですかね、はい、これは失敗しました。第2ピリオド残り時間が間もなく2分を切ります。横をそうですね、パスへ持っていって、はい、展開いいですね、まだ止めますから、あーっとナイス、うおー来ますね、ハイポストからローポストへ、この位置からのスリーはエアーだ、すごいですね、竹内兄弟は31対25です、楽団リード、竹内兄、これはキャッチミスです、ターンオーバー、チャンスを生かしたい能代工業、黒政、柴田、能代工業のバスケットは小気味ですね、柴田、あと弟のジョージ、ジャンポールです、なんか気持ちがいいですね、こういうの見てるとね、はい、そうですね、しかしこのジャンプボールになるともうボールがどちらかに行くのはなんか分かってしまうんですよね。ジャンプボールは柴田、そして竹内、弟、柴田は1メーター76、竹内ジョージ2メーター1、ここも弟から、ちょうどいつも弟があのハイポストに入るんですね、パスのセンスもありますからね、彼の場合はね、名本当たってますからね、黒政、北向き、今日はまだ2本だけ、高く、ミ
ドルシュート、このぐらいの距離からはセンターですが彼は打っていきますね。3試合で92点をマークしています。ポイントゲッターも高く、北向きがちょうど100点を取っています。3試合どん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 狙ってもらいたいですね、高木選手がね。ファールは12番の12番、はい、柴田でしょうか。そうですね、はい、能代工業12番柴田のファールです。第2ピリオドの残り時間は36秒7というところです。洛南4点リード。チームファールはこれで能代が5つになりましたか。振りそうですね、これでね、はい、能代は11番の石井が入ってきています。横尾選手のお父さんもあの明治大学から豊田選手を受けてですね、はい、あの非常に洛南の方で初めてベスト4に入った時の選手ですよね。あでシューターでしたからそういう血を継いでますね、横尾選手も。そう、親子選手はそうすると能代工業の宇都宮選手もそうですね、両方いるわけですね、シューターでしたからね。30秒切りました。第2ピリオド洛南4点リード、誰が打つか。弟が打ちましたが、で高さ、バウンドは兄、この高さをどうするかですね、この第3クオーター以降に。さあ時間がありません、第1ピリオド時間ないですね、打たないと時間いっぱいだ。おっとファウル、あこれはちょっともったいなかったですね、竹内康介。ただチームファールはもう一つ目ですから、はい、サイドですからね、ほんま1秒で多分シューター打てないでしょうね、うん。第2ピリオド33対27、残り時間はもうありませんで0秒1です。うわブロック今日は竹内兄弟がその身長をいかんなくゲームの中に発揮しています。すごいですね、ここでもここについていけるだけ、アウトサイドもついていけるというその総力ですね、はい、素晴らしいですね、彼は、はい。竹内康介、そして竹内譲治、両センターツインタワーが活躍しています。第2ピリオド前半終了しました。33対27で洛南がリードしています。 J スカイフープウィンターカップ2002男子準決勝第1試合を代々木第2体育館からお送りしています。弘前実業戦、まあ、これ東北同士の対戦だったのでそのカードを取り上げてみましたので VTR で昨日の準々決勝をどうぞ。この能代工業対相手は青森の弘前実業戦ですが、弘前実業もこれ最近非常に力をつけてますね。そうですね、あのそれ昔からですね、あの村方選手とかいい選手を出してですね、はい、そうですね、はい、非常に伝統ある、はい、ある高校ですね。この白のユニフォーム昨日の準々決勝弘前実業、最初ご覧いただいたのは尾崎のシュート、これを北向きが入れ返すスリーポイント、ね。まあ、今日とはちょっと会場が違いますからね、はい、だからあの準々決勝までここまでやったっていう影響というのは今日の試合を全部見る限りでありますよね。そう、今までは学習院大学と日体大のコートで両チーム戦ってきたわけですからね、はいはい、うん。非常に高木選手にしろですね、はい、あの今シーズンから出た、まあ秘密兵器ではないと言われてましたけど、まあ、北口選手というのは非常によく活躍しましたね、はい。第1ピリオドは弘前実業が32対24と8点リードしました、はい。そして第2ピリオドですが本当によく入りますよね、まあ、この辺りから能代工業がスリーポイントダッシュでですね、そうですね、追いついていきます。北向選手が打つスリーポイントも NBA 級のスリーポイントですよね。本当にそうなんですよね、はい、7メーター25ぐらいまでありますよね、これはすごいですねしかも中学時代からほとんど実績がなかった選手が、あの全国というのは、まあ、ベンチャーいるんですけども、出てませんからね、はい。まあ、このスリーポイントの、まあ、ダッシュで逆転をしました。まあ、したがって外からは北向きのスリーポイント、インサイドでこの高木が頑張るというね、はい。まあ、北向き選手はこのゲームでスリーポイント9本ですから、はい、
あの試合の冒頭に言いましたけど、あの昨シーズンいた新井選手ですね、八千代戦ですから、75点とか入れたゲームをやっぱり参考にして、自分はそのアウトサイド、身長が182しかないですから、その部分、アウトサイドの距離というのが、素晴らしいものがありますね、彼の場合は。今の第3ピリオドは、あの高久がゴール下で大活躍をしました、インサイドアウトの方がしっかりできてましたね、この時の城工業は。弘前実業は第4ピリオドで中村のシュートが決まり出します。ちょうどこの、今日もありましたけども、高木選手はよく走れますからね、これは宇都宮、お父さんはジャパンエナジーのヘッドコーチです。これ妹さんも女子のバスケットで活躍してますからね。そうですね、宇都宮選手というのは、まあ、お父さんがですね、有沢大学の方にコーチ留学している時に有沢にいましたからね、そういうアメリカ的なね、要素も非常に持ってますよね、あの選手はね。結局能代工業が113対94で弘前実業青森県勢を振り切ったという試合、これは昨日の準々決勝をご覧いただきました。さあ、それではこの準決勝の前半のハイライトをご覧いただくことにいたしましょう。前半はやっぱりなんといっても高さが勝ったという、あのシュートブロックというのは脅威ですね、あのアウトサイドにいるあのガードのペネトレーションというのを全部阻みますよね、あれ、2人がいるだけで、前半のスタッツをご覧いただきます。これフィールドゴールのパーセンテージは能代工業は 26% しかありませんでした。スリーポイント素晴らしいものもありましたが、5本で、数は17打ちましたね。そうですよね、この中であのインサイドがペイントの中で打っているのは高木選手は1本だけですから、この第3第4交代このパーセンテージ、アウトサイドのシュートのパーセンテージ上がらない限りはですね、インサイド側でも攻められませんね、多分ね、そうですね、個人の得点ではやはり竹内兄が10点で5リバウンド、それから竹内ジョージの方は4点で3リバウンドですが、ただブロックもそうですけども、あとパスですね、お兄さんの方にパスをしてそのままダンクに行ったシーンもそうですけども、彼がハイポスト側でいい状況判断を作っているというのは見逃せないですよね。今前半のハイライトをご覧いただいていますが、もう竹内ツインタワーの大活躍です。このブロックやっぱりすごいですよ。そう、ハイポストか弟からローポストの兄にという、このダンクですよね、それと、そう軽いダンクだったですが、でももうこれそのうちやりだしたらいくらでも決まりそうな感じですね。もっとすごいダンクしたくなりますからね、非常に楽しみですよね、さあ後半ですが、リードされている能代工業としては、これやっぱり竹内対策というのは当然一つありますが、ありますね、自分たちの方で今度北向きのシュートがスリーポイントが入っていくという条件も一つあると思います、そのあたりでいかがでしょうか。一番大事なことはやっぱり洛南のインサイドをある程度33点に抑えているといいと思うんですよ、この後自分のこの北向き選手、黒政選手ですね、この辺のポイントアウトサイドの確率をどれだけ高めに、高久選手が一番のポイントになると思いますね、インサイドをどれだけ縮められるかでしょうね、北向きが前半で13点をマークしましたが、スリーポイントは2本、ただ彼はあの外ばかりではなくてですね、ペネトレートもするんですよね、チェンジオペースでシュートフェイクからインサイド入ってきますから、非常にいいものを持ってますね、こちらは洛南のベンチですが、竹内は14点、そして名本が8点、弟の竹内ジョージは6点、ただハイポストに入っていいプレーを見せていました。こちらは洛南は首脳陣は吉田さんと、それからまあベテランの佐久本さんというね、吉田さんの方はあの名称としては現在はアシスタントコーチですが、これアジアジュニアの時も ねアシスタントをやってましたしね、後半が始まります。第3ピリオド、ここは弟名本ミドルシュート、強いですね。だから高木選手も頑張りましたね、今ね。そうですね、しかし
両センターのこのボールの奪い合いで上から押さえつけてしまうわけですからね、これで。あれは、まあ、そう2人相手してますからね、はい、ゾーンやってるわけですからね、ポイントを絞れない、ボックスアウトするわけにもいきませんからね、なかなか、うん、これは能代ボールになりました、能代工業ボール。ポイントガードは今8番の高橋を使っています。北向選手いいですね。北向ミドルシュートで返しました。33対29です。画面を見ながら後半のスターターを見ていこうと思いますが、能代工業はポイントガード8番高橋を使っています。今ジャンプした選手です。竹内に対して3セカンドですか。3セカンド、3セカンドですね、はい、3秒バイオレーション。あとは4番の黒松選手と9番の北向選手、はい、あと高橋選手と11番の木村選手ですか、はい、石井選手ですね。石井ですね、はい、石井です。それがスタートですね、はい、33対31わーっとまた見つけた、スティールした、黒松さん同点。第3クォーターの立ち上がり、やっぱりゲームをよくしてますね。なるほど、もう立ち上がりで一番大事なところは能代工業の方がイニシアチブを取りましたね、はい、33対33同点に追いつきました。そしてもう一回リズムを自分で作るために、はい、ゆっくり、はい、で竹内兄弟を使っていこうがいいですね、外から名元のスリー、このリバウンド、あと弟のジョージのフックシュート、これも竹内ジョージ兄。ハーフコートオフェンスゆっくり攻めます。名本、これもダメだ。あ、ファウル。3つ目ですかね。あ、2つ目ですね。2つ目ですね。はい、まだ。竹内ジョージ、弟のファウルです。2つ目になりました。完全に流れが能代工業ですね。はい、第3コートの立ち上がりは。高く。かわして石井、リバウンドは名本です。名本はサウスポーなんですよね。そうですね、はい、どちらかというとポイントがガードという要素よりも、はい、スポードフォワード的な要素が強いですね、名本選手はね、はい、ミドルシュートは横、強いリバウンドシュート、竹内剛介、高く繋いだ高橋、ここは石井、石井のミドルシュート、逆転ですね、これで36対35危ないですよ。能代1点リードしています。逆転しました。非常にパスの展開遅くなってますから、はい、そうですね、危険ですね、ここは、ね、はい、オフェンスリバウンドつなぎました、竹内兄、あ、ナイスブロック、ブロックしました。しかしオフェンスリバウンドつないでますね。ここでも、ね、反応早いですよね、上位選手はね。能代工業はゾーンです。ハイポストから出す深尾、深尾のスリーポイント、また落弾、逆転しました。早いですよ、ここは北向き、石井選手のファウルですか。石井のファウルです。あ、今は北向きはあのシュートは入りませんでしたけれども、動きはいいですよね。動きはいいですね、非常にこう積極的に攻めていかなくてはですね、はい、身長がないわけですから、平面的にはどんどん攻めた方がいいですね、はい、名本のスリー、リバウンドは弾くんですけど、弾くというね、ヘッドコーチが言われたことはちゃんと守ってるんですけども、はい、いいところにいますよね、今度はドライブする広間さん、洛南ボールです。また洛南逆転して40対36です。第3ピリオドは残り6分切ります。洛南のポイントはこのボール運びでしょうね。ボール運びをいかにこうスムーズにするか、はい、そうするとハーフコートである程度インサイドも収縮してますからね、ゆっくりこのアウトサイドを打っていけば、はい、おのずと点差を離れていくと思うんですけどね、
ルシュートダメです。横尾、後ろは速い攻めで行きたい。決まりました。黒田さん素晴らしい、見事なスリーポイントです。40対39。島村さん、はい、あの先ほどからですね、能代のゾーン攻め上げてますよね。あの竹内兄弟がもっと中で点を取ったらいいと思うんですよ。そうですね、はい、ハイロープレーとか、はい、あ今もちゃんと合わせましたけれども、そのようなプレーをたくさん組み込んでいったらいいなと思いますね。今加藤さんが指摘したようなプレーというのは前半をやってたんですよね、ハイローでね。そうですね、あの加藤さんが言われるとおり、あのもうちょっとあのあれですね、あのお父さんジョージの方がですね、はい、ポストをもらった瞬間にリングを見た方がいいでしょうね。あ、なるほど、はい、それでパスを返すだけになってますから、そこら辺は加藤さん言うのと一緒ですね。石井ゴール下頑張ったがダメです。洛南のリードは1点、洛南ボール。これで弟のジョージがこのハイポストを入れた瞬間にリングを見るとですね、あなるほど、はい、全体見れますからね、はい、ここは弟兄んなまたサイドリバウンドは石井です。後ほどチャンスですね、はい、アウトランマン絶対1人になりますから。北の石から3は短い、まだ今日は2本しか決まっていません。そうですね、今日は能代工業の加藤監督も果たして今日この場で3が決まるかどうか。そうですよね、この大観衆ですからね、多分あのリングの見え方というのも随分違うと思うんですよね、あの今までの大学のアリーナとこの能代、代々木ライン大会は違いますからね、はい、石井のシュートはダメです。リバウンド高く頑張っている、もう1回石井。そうですね、スピードが抜き去るぐらいの気持ちで、あうわーうわー投資いいですね、あれぐらい行った方がいいでしょうね、はい、リバウンドは竹内ジョージ、洛南1点リード。それと得点が膠着状態になってますから、はい、先ほどあの加藤さん言いましたけど、やっぱりインサイド側をもうちょっと狙った方がいいでしょうね、どうしてもアウトサイドだけしか、あーこういうのはいいですね、ドライブした名本、クロマサナイスパスだ、高く2つ目ですね、高く選手です、ね、まあ、惜しいですよね、はい、まあ、これだけ相手のそのセンターが高くなければあれは普通は決まると思うんですが ね、先ほど、ハーフタイムのビデオを見てると、はい、弘前実業戦では第3クォーター決めてましたね、それはね、はいはい、タイムアウトです。ただどうでしょうかね、前半とはこれ少し様相は変わってきたと見ていいんでしょうか。洛南の方の形がちょっと変わってますよね、能代工業はこの1試合通じてこのままやると思いますね、ちょっと加藤コーチの声を聞いてみましょう、はい、こっからのプレーでいいって言ったじゃん、お前何回ここで見せやん、ここまで行ったら返してくれれば北向いるじゃない、打ってくれるっていいってやらせろよ、はい、あなあチームでやってきたことをやろうよ、はい、3年生自ら壊してどうすんのよ、はい、お前だってそんなスピードで走ってないもん、前のスピードで走ってくれるんだったらわかるよ、前のこれセンターの高くに対して言ってるんですね、お前のスピードで走ってくれですね、はいはい、チームで、まあ、いい言葉ですね、チームでやろうとしたことをやろうよというのはね、はい、バスケットっていうのはあのチームでやってますからね、まあしかし相手はツインタワーですから、はい、今日は高くはすごい疲労度だと思いますよ、ね、大変だと思うんですよね、はい、ただそういうの分かりながらでもやっぱり、はい、やっぱり加藤のところで合言葉を言うのは必要ですからね、ゆっくり攻めます洛南、もう一度横に戻します、2、3のゾーン、そうですね、ここで、はい、あーよくファールですか、惜しいですね、これ高久のファールになりますかね、ブロックしたんですがね、ブロックしたんですけどね、少し当たってるのかもしれませんね、はい、肘に
これで高久のファールが3つになりました。フリースローは8番の横尾です。この人は外角のシューターです。過去3試合で14点をマークしています。点差を追っての白北向き、ここは石井、石井が入る、ナイスパスだ、高く、ね、そうです、これ一つの形ですね。こういうチームのパスですよね、はい、これ最後高く選手が決めていくという、これでポイントというといいですよね、はい、同点に追いつきました。ファールは能代工業の8番高橋です。今はガードは高橋を使っています。黒政と高橋、ここからどうやって自分たちのペースに持っていくかですね、はい、そのキーなのはやっぱり竹内兄弟でしょうね。41対41の同点、稲本よく決めた。なお先ほどのファールで能代のチームファールは4つ目になっています。また高橋のファールもパーソナルファール3つです。いいです、すいません、はい、入っていった北向き、このパス、これがうまいんです。うまいですね、いや非常に面白いゲームですね、はい、これで2つ高くを使いましたよね、はい、チームの中で動いてきたのが最後に高く選手ですよね、はいはい、これを多分あの加藤ヘッドコーチは言いたかったんでしょうね、43対43度の同点、これもなくなんかアウサイドに、はい、インサイドに1回入れていいですね。竹内強じ、これは強者がありますから、これを狙ってくるのが一番大事でしょう、洛南は。ミドルシュート、リバウンド高く頑張りました、頑張りましたね、ファールは洛南の5番の名本です。まあでも高くは頑張ってるんですよね、頑張ってますよ、非常に頑張って、よく非常に走ってますし、はい、オフェンスも絡んでますしね、ディフェンスでもやっぱりあのお兄さんのですね、はい、竹内選手ついてますから、はい、ゾーン、この1対1ですね、1対1、大竹そうです、多分先ほど言ったらこういうことでしょうね、はい、そうです、このパス、いいパスですよね、インサイドが攻めきるんじゃなくて、はい、アウトサイドよく見ろということですよね、はい、ペネトレートして入っていって、はい、自分で打たないでパスを送るんですね、これ3本続きましたね、はい、はい、あ、このルーズ強い、黒政でした、黒政、このパス、これもパスだな、ただ逆に石井選手はちょっと意識しましたね、今谷田竹内選手ですかね、今こういうところでやっぱりジョージ選手というのは貢献してますよね、はい、なるほど、45対45同点、第3ピリオド1分切りました、洛南ボール。ちょっとこのところ洛南がオフェンスの形がもう一つ入ろうというセンターを使える形ができません。島村さん、こういう形で、はい、これですね、リングを見た方がいいですよね、リバウンド竹内側にですから、ジョージ選手もまたコウスケ選手もやっぱりリングを見るところが一番大事ですね、はい、ドライブした、うわー、した高く、高く、素晴らしい、ヘッドコーチの言葉がそのチームの体を表現してますね。47対47同点です。ここアウトランバーですよ、はい、止めますね、戻りました、そうですね、時間を見ると止めた方がですね、はい、これ使い切って残り1秒しか残らないですから、はい、10秒切りました、1回リンゴ見る、竹内弟、そうですね、それでいいんですね、はい、時間がありません、どうかな、惜しい、入りますからね、あそこのポイントは得意のスリーポイント、遠い位置から北向きに来ましたが今度は入りませんでした。今日はまだ遠い位置からのスリーポイントは2本しか決まっていません。第3ピリオドが終了しました。もう一度先ほどの素晴らしいですね、はい、見事な高く選手ですね、キックしました。ただこの後ワンゴールを洛南は竹内のプレーで返しました。結局第3ピリオドが終わりました。49対47で洛南がリードしています。ジェスカイフープウィンターカップ2002男子準決勝第1試合、代々木第2体育館からお送りしています。さあ今度はまたスタンドを呼んでみましょう。塚田さん、
はい、今度は能代工業高校の応援席に来ています、はい、そして昨年の4月に着任されたという校長先生、山田校長先生にお話を伺います、はい、昨年の4月からということでどのように選手たちを応援されてますか。まあ、うちの方は今今年90周年という節目の年でありますので、ぜひそれに花を添えるような全国制覇をしたいと思っております、はい、なかなか緊張してる、緊張していつも応援してるなんて先ほどちょっとおっしゃってましたが、なかなかね、こう全国のレベルが高くなってきてるもんですから、そのためにもぜひですね、応援、我々の応援の成果が上がるように応援しております、はい、じゃあ引き続き大きな声援よろしくお願いいたします。どうも、はい、能代工業の山田校長、昨年の春に就任したということは、まあ、この1年間で2冠を逃したわけですからね。そうですね、上昇と言われた能代工業、高校選抜優勝18回、インターハイ優勝20回、この大会も第1回から連続出場33回を続けています。第4ピリオド、最終ピリオドがスタートしました。最初の得点がどちらが取るか、ここは名本。だ、考え方は先ほどと一緒でインサイド側を狙いながらでしょうね、はい、そうですね、はい、島村さん、はい、どうぞ。洛南の徳本監督なんですけれども、ゾーンを攻めるのに間とディフェンスの間と間をドリブルで割って、ペネトレートをしてからパスをさばけというようなことの指示が出ました。あと竹内兄弟をもっと使えということです、今ベンチをご紹介しましたが、吉田アシスタントコーチとそれとベテランの佐久本コーチ、佐久本さんは確か中京大の出身だったですね。むしろの11番の石井のファールがありました。マッチアップゾーン そのギャップというんですけどね、間をペレトレとして収縮された瞬間にアウトサイドさばけということでしょうね、はい、ですからインサイド側の収縮をもうちょっとさせろということを言ってるんでしょうね、はい、楽団3点リード、ロマサ出します。石井、今日は比較的石井が打ってますね。ノーマークなリズムなんですね、北崎選手にかなりついてますから、ここの小学校は宇都宮選手出しそうですね。そうですね、はい、今日は宇都宮をあまり使っていません。3人で行きます。生田のスリー、このリバウンド高い、4クォーターになってこの2人のリバウンド力というのが出てきますね今、はい、竹内兄が決めました。5点差、どうかな、北向き、これはファーストベルになりますよ、はい、止めますね、一旦止めます。この一つの手ですよね、インサイド側に、はい、またインサイド側ですね、ハイポストに弟、ローポストに兄、横カットされましたね、カットしました、北向選手ですね、ノーマーク、わー、速い、よく決まった、ランニングシュート決まりました。速い攻めを見せました、北向き、まあ、今のプレーなどが一つの能代工業の持ち味であります。やっぱりテーマですよね、どれだけ走るかですよね、はい、能代工業にファールがありました。これでそうですね、宇都宮を使ってきましたね。どうしても石井選手とかノーマークになったそのシュートの確率が悪いですから、はい、ここでやっぱりシューターの宇都宮選手を使ってですね、その分補いたいところですね、はい、能代は7番の宇都宮を入れています。パスごめんなさい、悪いですね、ここはと、これはパスミス、能代工業ボールです。どうしてもハーフコートでゆっくり攻めたい、パスを回しましたけれども、はい、そうですね、ただそのパスがやっぱりあんまり有効に回ってませんね、わーっと、惜しい、惜しい、いい動きです、宇都宮、あっと、これはいけない、今度は能代にターンオーバー、能代工業ターンオーバーです。どちらも今一つずつミスがありました。そうです、竹内これですよね、リングを見てやっぱり突っ込んでいくとやっぱり能代工業のディフェンスちっちゃくなりますか、うわー、よく走ってる、速い攻めを見せました。これセンターの高くです、はい、スピードありますね、これは、
ことですね、みんなリングを見た方がいいですね、はい、リングを、顔のシュート、第4ピリオド残り時間がまだ十分あります。7分6秒、洛南3点リード。能代高校よくやってますよね、はい、これだけの高さを対抗しているわけですから、そして洛南乗ってきませんから早い展開にならないですよね、今のも自分の前ですね、はい、先ほどそして足のことで言われたようにやっぱりペネトレーションもちろん必要ですね、アウトサイドが。名本にボールを渡しましたが、おっとこれはシュート前のファウルですね、7番の竹内ジョージ選手、はい、竹内ジョージ選手に対してのファウルですね、はい、もう一度ご覧いただきますが、このシュートカットしたんですね、高木選手が、はい、この後のこのファウルですね、宇都宮のファウルです。もうパッシングですね、パッシングをもうちょっと早くしないとゾーンのディフェンスは動きませんから。スリーポイント、いやいい感覚だ、クロマサドライブした、ファウルですね、ファウルもらいましたね、強気ですね、ピングのファウルです。チップしてボールの方向を変えてから自分がそのルーズを取りに来ましたよね、はい、能代工業のキャプテン黒政、上昇軍団と言われたキャプテンですから、それが勝ったというのは、ね、自分の責任を感じますからね、もう歴代ここは名のあるポイントガードをいっぱい出てますからね、宇都宮選手がいいカットしましたね、このランナー得点に、北向きドライブ、素晴らしい、竹内選手の横ですよ、素晴らしい、能代工業逆転、55対54です。あっとファウル宇都宮、しょうがないですねここはね、まあ、宇都宮はこのチームではパワーフォワードの役をしています。ですからお父さんとはタイプが違うんですよね。お父さんはシューティングガーでしたからね、名シューターでしたからね、お父さんより身長は7センチほど高いですよね。2-3 のゾーンの能代工業、ゆっくり攻める京都洛南、まあ時間十分にありますからね、はい、ただこれインサイドに1回入れた方がいいですね、そうですね、周りばかり回ってますね、パスが、名本のミドルシュート、どうしてもサイドサイドでボールが回ってますが、はい、シュートの確率が悪いですよね、インサイドからボールが返ってくるようなシチュエーションになれば回ってくるんですけど、まあ、ロシアも分かってますがそこ入れさせないですけどね、はい、そうです、ペネトレーションからファウルでしょうね、ファウルです、宇都宮選手ですね、これも宇都宮です、これフリースローですね、ここで、まあ、非常にアグレッシブなプレーをします宇都宮、この人はオールラウンドですよね、外からも打てますしね、スリーポイントありますからね、インターハイの爆発した時は40点ぐらい取りますからね、そうなんですね、立て続きに宇都宮のファウルがありました、ここはフリースローです。竹内ジョージ弟のフリースロー、この兄弟のフリースローは上手いんですよ、上手いですね、はい、お兄さんの方が2年くらい遅れてからバスケットやり始めましたかね、はい、その分総合的なところはまだお父さんの方が上ですけども、はい、非常に伸び率は高いですね、スリーが決まった、北向き抜けきましたね、大事なところで今日3本目のスリーポイントシュートが決まりました、本当にその大事なところですよね、まあ、こういうのでやっぱり精神的プレッシャー与えていくというのは強いですからね、はい、あの位置から打つわけですよね、はい、スリーポイントって本当に勇気がいると思うんですよね、それとあとまた逆にディフェンスあそこまで出ていくという勇気がいるんですよ、これを3点で返そうと思わずですね、はい、竹内兄弟のインサイドを使った方がいいですね今はね、はい、そしてここから前を見て、そう、はい、うまい、兄に送ります、これでいいですね、落ち着いてますね、ラクナも、ハイポストからローポストへ、弟から兄へのパスが通りました、今度はどうだ、
落ちた。宇都宮がスリーポイントを打ちましたが今度は入りませんでした。これもファーストオプションはインサイドから入った方がいいですよ、はい、そうですね、いいですね、リンクを見るようになりましたよね。そうですね、これがいいですね。インドライブしました、はい、こういうプレーですよね。明らかにプレーが変わりますよね、はい、リングを見ることで全体が見えますから。これで宇都宮のファールが4つになりましたのでベンチに下がります。まあ、いかに厳しいそのプレーをしているかというね、出てきてすぐ4つですから、兄弟、はい、ジョージとコウスケ作っているのは大変なんでしょうね、はい、11番の石井が入りました。能代工業60対58と今度はラクダルが逆転したブロック。いやこれはね、はい、何回でも行った方がいいですよ、正面から高橋ーボードを使うから狙ってるんですね、これね、完全にむしろ逆転するがファウル。ファウルは11番の今シュートを決めた石井です。すごい試合になりましたね。面白いゲームですね。代々木第二体育がこれもどのぐらいですかね、4000人ぐらい来てるんですね、立ち向いてると、はい、堪能しますよね。11番の石井のファールも4つ目になりました。9番の深尾がフリースロー1投失敗しました。2投とも失敗した。上はありません。黒政、あっとパスはいけない。しかし相手の体に当たっています。能代工業ボールです。現在第4ピリオド61対60、能代工業1点リード。第4ピリオドの残り時間4分というところでチャージとタイムアウトを能代工業が取りました。これは爪のところがどうなっていくかというところでしょう。これはもう最後までもつれるでしょうね、このバンクを狙ってるんですね、はい、ボードを、はい、さあ高橋コーチの失礼、加藤コーチの声が聞こえるでしょう。こいつらのためにチームの穴を埋めたかったのはこれからだ、はい、あ高くで勝ったじゃねえ、宇都宮で勝ったじゃない、はい、多牛種2人で買ったってしょうがねえべ。あ、だべ、俺たちずっとこれで買ってきてんだろ。このバスケットがちゃんと認められるように頑張る、はい、勝っても負けてもいい。なこのバスケットが消えたら日本のバスケット終わるぞ、はい、日本のバスケット終わっちゃうぞ、はい、サイズがなってもいいから気持ちだよ気持ち、はい、リバウンドルーズだよリバウンドルーズ、はい、非常に分かりやすい、高校生も納得しますよね、この能代工業がやってるバスケットが負けば日本のバスケットが負けるんだというね、はい、高さに対抗する速さですか、それを言ってましたね今、しかもどうしてもそこのところに持ってくると価格に対してね、はい、要求が非常に、要求が非常に高いものを言うでしょうね、はい、僕は今日は彼はそれを能代をね、全部やってると思いますよね、はい、能代工業ボール、その価格ブロックしたがまだ繋いでいる。高く時間がないですよ、時間が高く、おー、やった、ハートのあるプレーですね、はい、おっとスティールした、ラクダにターンオーバー、ブロック、見事なブロックです。竹内兄、こういうクロスゲームになってくるとポイントガードはよしよしになりますからね、はい、そこら辺が勝敗を分けるかもしれませんね。ここは名本、もう一回横に戻す、アウトサイドがリードみたいですよ、そうですね、ようやく中に入れましたがこれは苦しい、名本同点、あ、2ポイントですね、2ポイントです、はい、名本2ポイント、ね、最後はラインを踏みました。63対62、ちょっと名本のシュートが決まってなかったんですよ ね、 そうですよね、しばらくね、はいはい、ここですよね、インサイドからアウトサイド来ますから、はい、肩の開きがないですが打ちやすいですよね、今の一本大きかですね、はい、下向きだね、やっぱりシュートブロックですごいですね、はい、
もう一回北向き、パスアウトするカットしました。あっとファウル、フリースローですね。ファウル、このフリースローは大事ですね。はい、8番の高橋のファウルです。高橋のファールも4つになりました。これで4ファールが3人になりましたね。ただやっぱりこれだけ高さがあるとやっぱ平面的なところで動いてますから、その分考えるとある程度のファールはしょうがないですよね。はい、生とフリースロー確実に決めて同点、63対63。洛南逆転。高橋、黒政、まずブロック、ファールはこれ7本目ぐらいですかね、チームにとって、恐ろしいですね、これね。多分いつもの考え方はシュートは打ててるんですよ、はい、そこから手が伸びてシュートブロックされるんでしょうね。ここで能代工業がタイムアウトを取りました。まあ、問題は能代の4ファールの選手が3人になってますわね。そうですね、はい、ただまあそのぐらいまでしないとこういうゲームはできないっていうね、はい、先ほどあの加藤ヘッドコーチも言いましたけど、能代のこれ今やってるバスケットが負けると日本のバスケットが終わりだっていうね、それにはどうしてもこのファールというのを有効に使いながらこう平面的に引きずり込んできますから、はい、しょうがないでしょうね、うん、ここもね手を挙げて後から飛んでるんですけどもシュートブロックされてしまうんですね。これ竹内康介兄のシュートブロックです。開いた方の本当にカットされない側にパスだよ。でそいつが勝負だぞ。分かる、はい、いい北向き、いいか、今みたいに流れのまま行けばも戻ってくるからそこにカットされる。いいな、いいな、はい、高く、はい、お前にも石井も攻めさせるんだから、はい、あと最後ガードでやらせてもらうぞ、はい、いいね、はい、そのためには最後はガードでやらせてもらうぞ。だから流れをこう作っていって最終的にはもうインサイド縮めとかアウトサイドでガードに戻ってくるかということですよね、今のはね、その部分でも一番大事なのは高木選手の走りでしょうね、はい、さあいい顔してますね、フリースローは名本です。4回戦まで62ポイントをマークしてきましたシューター名本。ここは水戸を確実に入れました。3点リード洛南。岡村さん、はい、楽団のベンチなんですけれども、あの6番の、竹内選手に、コートの中で面取ってファールをもらえという指示でした。おお、そうですか、なるほど、はい、はい、5ファールですね、はい、11番石井選手ですか、はい、石井5ファールの退場です。ルーズボールでなんとか勝とうとしたんですけどね、これで4ファールの内海が入ってきました。まあ、これファールが多くなるのはある程度相手は高さがありますので仕方がない。でファールをもらえという能代工業のこれ指示もね分かりますからね。楽団の指示もね。はい、分かりますね。今のこの時間帯ではこのフリースロー大事になりますから、ファールをもらえばね全部得点につながってきますからね。4点リード。いいよ、続けて。そうだ。高内ジョージ確実に入れました。ゲームはまだまだ分かりませんからね、はい、高橋から北向き、北向き、今日はディフェンスが厳しいがリバウンドは取れない。リバウンド名本。まだ焦る必要ないですよ、能代工業は、はい、しっかりディフェンスすることですね。インサイド側に今度は逆に言うとインサイド側にさせないでアウトサイドだけ回せるようなディフェンスをした方がいいですね。竹内弟ミドルシュートは落ちた。これは早い展開で高木選手が走ってますから、これノーマーク入っていった。うわー、おーっとティップつないだ。ダブルクラッチいきましたね。スリーポイント高木ましたね。この前のプレーもいいですけど素晴らしいですね、ハードはね、北向選手はね。68対66、楽団リードはワンゴール。これ焦らない、楽団は焦らない。今のバスケットはその前にですねインサイドが入れることがいいですね、
こっちで3秒しかない、2秒しかない、はい、いっぱいで打った、あっと落ちた、2番いっぱいバスケット一番難しいところですね、はい、ここはね顔が打ちましたが、これはダメです、タイムアウト。さあ68対66、洛南のリードは2点、この下向きのスリーポイント、これラインからはるかに遠くからいつも打つんですよね。これがあの先ほどあの加藤ひとこちゃん言われてましたけど、はい、インサイドペナルティーショットから戻ってきたボールですからね、はい、言われたままを実践してますね。さあ残り1分13秒、はい、楽団のリードが2点、ワンゴール北向きをスリングさせるといって宇都宮をトップに持ってきています。自分の好きな話無理なパス、こちらは楽団のベンチです。のデース吉田コーチ、打つに打つのがそれと来るの、後ろに佐久本さんが立ってますね。絶対入れ歯だけは取らない、はい、これはリードしてるということをもう一回刻むことですね、はい、焦らない、絶対焦らないでゲームをメイクするところが大事ですね、勝負は残り1分13秒。これは最後まで分かんないですね、これはね、そうですね、オーバータイムになる可能性もありますしね。含んでますね、これね。ただ洛南は、スリーポイントを打たせないことですね、はい、2点はある程度、高内子がいますから、はい、アウトサイドのノーマークを作らないことを心がけてもいいですね。お、いいですよ、ブロックした、ブロックしました、しかもファウル、高くファールアウト、ファールアウトですね、泣いてますね、泣いてますね、頑張った高くファールアウト、いやこれはもう言えないでしょう、はい、能代工業は6番の土崎が入ってきました、パワーフォワードの選手が入っています。大事なフリースロー、感動しますね、はい、名本1投目、いやしハート強い名本選手は、はい、こういうところも動じないですからね、今日全部入れますね、フリースロー、こちらも決めた、たまだ1分ありますから、はい、4点リード、このオフェンスをどうするかですね、はい、高橋行く、高橋、高橋決めた、ね、素晴らしい、まだ時間ありますから、これファールはいないですよ、ファールゲームはいらない、はい、2点リード、洛南まだ45秒ある、まだありますから、逃げ切れるか、よくボールを回してインサイド、絶対シュートで終わることですね、洛南は、はい、残り7秒、6秒竹内亜美、ノーマーク、アウトサイドは落ちた、あっとリバウンド強い竹内、ファウルですね、ファウル、やっぱりここで高さというのが出ましたね、今土崎のファウルです、高木選手がいなくなってますから、そこら辺のところのミスマッチになってしまいましたね、残り25秒2です、高くが退いて入ってきた土崎のファール、後ほどまだ諦めない、はい、これもし入れると4点差でも分かんないですからね、まず早く持っていくのが大事ですね、早く持っていく、一気にフリースローを入れます、4点早く持っていって、ファールゲームでしょうね、なんとか早くオフェンスをしたい、高橋出して宇都宮のスリー、ファール、すぐファールでしょ、すぐファール、ファールをしないとダメです、ファールをしないとダメです、ファールをしないとダメです、12秒、はい、ファウル、これファウルダウン、ファウルアウト、宇都宮選手はない選手がね、はい、ガードが考えるとダメですよ、もう一度ご覧ください、見事なスリーポイントを決めた、そうオールラウンダー、ゴール下の強い宇都宮ですが、アウトサイドも打てます、ただその後宇都宮がファイブファールで退場しました、あのファールした相手も深尾選手、今日2本とも落としてますからね、フリースロー、はいはい、ただ能代工業高さがなくなりましたね、これで12番の柴田が入ってきました、だから僕宇都宮選手じゃない選手がファール、一番入った瞬間にガードがファールすることが一番大事でしたね、今ね、なっちゃいけない、そうなんですよ、相当緊張してますね、深尾もね、この前のフリースローも落としてますから、いい目がありませんからね、残りは19秒、この後リバウンド入れさせない、決まった、残り90秒、2点差、スリーポイント気をつけないとダメです、洛南は打ちますよ、北向き、北向き、北向き、打った、打った、どうだ、短い、リバウンド取った、
ラクダン逃げ切る。ラクダン勝ちましたね。ラクダン逃げ切りました。素晴らしい。73対71、京都洛南、秋田能代工業を破りました。決勝進出です。高校選抜初の決勝進出になります、京都洛南。そうですね、京都洛南は、はい、あのインターハイの優勝はありますけれども、ね、はい、あの浮いたやっぱないんですよね、はい、決勝進出がね。ただ僕高木選手の涙がね、今日よく頑張りましたね、褒めないといけないですね、体がね、はいはい、喜びの京都洛南です。敗れて涙の秋田の城工業。